実は天才なのかも。頭の良さを表すびっくりな12のサイン。ずば抜けて頭の良い人は目立ちます。理由はわからないけど、なんとなく目がいっちゃいますよね。実は背の高さ、体重、目の色などといったほんの小さな特徴でさえも、あなたの頭の良さのレベルについて多くのことを言うことができるそうですよ。あなたも天才の一人かも。一緒に探っていきましょう。その前にチャンネル登録して、新しいビデオの情報がわかるように通知をオンにしてくださいね。12、一人でいる方が楽。家の中で一人で大好きな本を読んだり、お散歩に行ったり、カフェでも一人でコーヒーを飲むのが好きですか？もしそうなら良いサインです。これ頭の良さがわかる最初のヒントなんですよ。頭が良い人は楽しむために周囲に人を必要としないんです。心理学に関する専門誌ブリティッシュジャーナルオブサイコロジーに掲載された、知的、人口密度、そして友情が現代の幸福にどう影響するかという研究によると、 IQ が高い人は一人で過ごすことを快適に感じているそうなんです。さらに言うと、他の人と話すことに楽しみを感じず、むしろ疲れてしまうのだとか。また天才は独り言を言うことも時折あるそうですよ。これは頭が良い証拠で、狂気ではない？そうなんです、間違いないと思います。11、幼い時に文字の読み方を覚えた。英国の心理学者はある興味深い研究を行い、素晴らしい結果を出しました。簡単に言うと、文字の読み方を小さい頃に覚えた人はより頭が良いそうです。もともと才能がある子供が小さい時に読めるようになったということだけではありません。読むという行為自体が子供の頭の良さに影響するんです。早くからひらがなを覚え、子供の頃により多くの本を読んだということは、その分視野が広がったということなんですね。もちろん本の種類などにも影響しますが。10、兄弟の中で一番年上。ノルウェーにあるオスロ大学の研究者は、一番年上の子供が他の兄弟より少しスマートであることを証明しています。実際彼らの IQ は平均より3ポイントも高いのだとか。今度弟や妹と喧嘩した時にこれを思い出してみるといいですよ。怒りが収まるかも。賢さの違いは遺伝子や生物学的要因とは関係ないんです。これは親が最初に産んだ子供に与える心理学的な影響が関係しているそうです。もちろん歴史をたどってみると、天才だと言われていた人や影響力があった人の多くが家族の中で一番年下だったということは忘れちゃいけません。結果おあいこな状況かもしれないですね。9、背が高い。プリンストン大学のある研究によると、背が高い子供の方が IQ レベルが高い傾向にあるそうです。さらにびっくりするのが、彼らが成長し社会人となる時にはもっとお金を稼いちゃうそうなんです。この事実を証明する実例はたくさんありますよ。スティーブ・ジョブス、ニコラ・テスラ、イーロン・マスクなどは平均を上回る 187.9cm。 この知性と将来の成功のサインは幼少時から見られます。周りの子供より背が高い3歳児は認識力テストなどでスコアが高いはずですよ。8、一度は音楽を学んだことがある。トロント大学の心理学者の研究では、最低でも9ヶ月間正式に音楽を学んだ子供は、ドラマクラブや特に何も部活動をしていなかった子供と比較すると IQ レベルが高いということを明らかにしました。さらにもっと面白いことが、そもそも頭が良いからこそ他の部活動を選ばず音楽を選択していたのかもしれませんね。
昔お母さんのせいでつまらないピアノを習わされて嫌だった人は、今こそお母さんに感謝するべきなのかもしれませんよ。7、肥満に苦しんでいない。 BMI が平均より上の人には耳が痛い情報かも。アメリカの神経科医が発表した2006年の研究ではこんな結果を得たそうです。より細い人の方が統計的に頭が良い。この研究では5年をかけて2000人の従業員のデータを分析し、ウエストの数字が IQ レベルに関連しているという結果を出しています。もしかすると IQ が高い人ほどお金を稼いでいるので、体や健康のケアができているのかも。そんなウエストごときで何もかも決めつけられたくないですよね。今の自分が好きで体重が健康に影響していないのであれば、それでいいんです。6、体を動かすことがあまり好きじゃない。まあこれは確かに前のポイントを見るとびっくりですよね。ノースカロライナ州のアパラチアン州立大学の研究者によると、頭を使って考えるのが好きな人は体を動かすのがあまり好きじゃないそう。逆にスポーツが大好きな人は新しい学びを嫌うみたいですよ。知的な人は例えばチェスのように忍耐と脳に刺激を与えてくれるアクティビティが好きなんです。よく考えてみると、体を十分に動かさないということは体重も増える、つまり IQ も低いということ。結果的に人生はバランスを取ることが大切なのかもしれません。5、目の色が青い。目の色と頭の良さについては多くの研究が重ねられています。スウェーデン、チェコ、アメリカの科学者は別々の研究で同じ結果を得ています。茶色や濃い色の目の人よりも明るい色の目の人の方が頭が良いらしいですよ。目が青い人はすぐに行動に移るよりも状況を見極めて分析することが得意なんです。目が濃い人はへこまないで、あなたはあなたで違う強みがありますよ。目が茶色い人はすぐに行動に移るので、スポーツなどは得意なはず。4、物音にものすごく敏感。キュッとなる床、ポテトチップスの噛み音、またはあなたに向かって大きく息をしている人に対してすぐ嫌気がさすようであれば、思っている以上に頭が良いのかも。ヘルシンキ大学の科学者たちは革新的なアイデアを想像する能力と周りの雑音などに過敏に反応するということに強い関係性をしたそうです。ちなみにこれはミソフォニアと呼ばれているんですよ。雑音が嫌いというだけではありません。このような人のそばでポテトチップスを食べるだけでも、その人の脳は劇的に変化します。ということは、もし自分がポテトチップスを食べると自分に対してイライラするのでしょうか。どうなんでしょうね。3、人差し指よりも薬指の方が長い。ノルウェー大学の研究者と医師が協力し合って、認知能力と指の長さに対する面白い研究を行いました。結果、薬指が長い人は数学や空間的思考が得意な傾向にあり、口頭のスキルに欠けるそう。人差し指の方が長い人は言語や文学など人道的分野において優れている傾向があります。ケンブリッジ大学の研究者によると、経済やビジネスなどの成功は指の長さでわかるそうです。薬指でこんなにも変わるんですね。人差し指よりも薬指が長い人は断然稼げます。なるほど、だから私は億万長者じゃないのか。薬指を伸びてくれ。2、すぐパニックになる。イスラエルの心理学部の科学者は、知的な人ほど悲観的ですぐに悪いことが起きるのではないかと想像してしまうそうなんです。頭が良い人は過去の出来事をより構造的に分析し、
将来的に影響を及ぼす可能性のあることの全てに注意を払うのです。どっちもどっちですよね。頭が良い人は精神的に様々なチャレンジに対する準備ができているわけですが、常にストレスを抱えてしまいます。頭が良いということは簡単なことじゃないんですね。1. 言葉遣いが少し悪い。なんとびっくり。口が悪いのは平均よりも知的だというサインなんです。もちろん一定の論理があります。口汚い言葉を発する人は語彙の幅が広いので最大限に使うのが好きなのかも。いやまさか。でも真剣な話、社会的に見ると言葉遣いが悪い人は教育がなってないと言われますよね。ニューヨークのマリスト大学の心理学者によると、むしろ頭が良い人ほど口が汚いそうですよ。将来的に悪い言葉遣いもそこまでタブーじゃなくなるかも。ね。頭の良さを意味するサイン、あなたはいくつ当てはまりましたか？下のコメント欄で教えてくださいね。ビデオを友達や家族にシェアして、彼らも実は天才なのかどうか探ってみてください。明るいブライトサイドが一番。ではまたお会いしましょう。